入れずだ。ビーボ超狭い方かと思ってた。あの白い四角い岩で囲まれてるぞ。残念だったな。ここなら遠距離の敵を抜きてえな。こんばんは。顎がずれたまま骨がくっついちゃった男です。こんばんは。見た目に影響しそうだよ。俺は気づいてしまった。スティムは結構重要アイテムだ。本作では重要アイテム、やばいやばい。どうした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 。やばい。お前力ゴリ押しでリス変えたな。とんでもねえやつだな。ちょっと今この一瞬だけ最強だった。ちょっと黙にしてね。プラッバターさん。それ今何使ってんだっけ。武器変わってない。変わってない。あの弱いって言ってた LMC。 COD おじさんの手にかかればもう弱い武器も一瞬で強くなってしまうとかもしんねえ。ああやべえ、クソ。足に当たると弱いな。なんだ貴様、リス嵐しかしてないのか。まさか。そうだよ。やっべ。だって敵がスナイパーでさ、奥にこもってから、はい、ああそれは リスコンは変わんないんだよ。クラスターマインだな。クラスターマインやってんな。ああもう一人いけなかった。近距離の性能は終わってる。あれ？ないのか？ああ。無双する犬じゃん。無双する犬だよ。ビハタ取ろうぜ。せめて暴走死ぬほどやりたいけど、入院してた時の課題がたまりすぎて、期末テスト終わってからも課題やってる。モサとかしてる。つらった勉強が。取った B。 ナイス。俺今回旗に全然絡んでないかもしれん。働かんと給料やらんぞ。不労所得を。あ、なんだこいつ。リスポン変わってるな。ああなんかラグいな。バケットバーストしてる。またなんかその今作ね、モダン2と比べても回線が不安定な頻度が高いと思ってる、うん、そう思う。今いたの。目離した瞬間一気に出てきやがった。あれ、まあでも入院中にやった面接で私立文系偏差値53に受かったから、留年しない程度に頑張る。 おめでとうございます。俺たち偏差値9だから何も言えないね。偏差値9。ああ、COD をやってようやく偏差値が、まあ、15いくかいかないかぐらいだよね。COD やるとちょっと頭良くなる。そう、これはだって、セラピーに使われるから。セラピーですか。
チで強えな、D 字。リスポン変わりました。お。なんか DG シリーズって確かチャイナ製武器ってなんか誰か言ったと思うんだけど、そうだって、ね。あす、わかんない。あれ違ったっけ？めちゃくちゃ嘘ついてるかもしんないけど。これはね、中国4000年の歴史かもしれんわ。いるよね、そこ。ちょ、お前なんてとこにいるの？お前。キモすぎ。これ同じ方法でこう同じやつを3回殺して。最悪だ。位置調整しようとしたら。迫撃どこで使おう。B 旗に使うからエリア入ってくんね。DG3895 式自動砲槍ってエーブルパップのアサルトが一応モチーフになってる。やべ、チャイナの茶の字もなかったかも。A ポでリスキルしたい症候群に。これリス変わっ。やばい。リスちょうど変わったタイミングで呼んじゃったな、俺、迫撃。それ本当にクソザコ武器か？クソザコだよ。ただただ貴様のムーブがきしょいだけなの。それの M4 とかと同じ弾丸にしたのが97式。とにかくこの武器は強いということだ。それ以外何もない。普通に撃ち合ったらクソ弱いから本当に。さっきから先に撃てて勝ててるだけなのよ。あー UAV だよ。それは無理だ。この武器ならスナイパーにも対抗できるんじゃないかと思って光ってるところをね、積極的に見に行ってしまう。あれ B 取られね。あー取られた。まだいんのか。は？貴様がトップだと許せないな。G36 のマークスマンタイプ、ビビるほどレートあるじゃん。しかもさっきから、ね、全く同じルートから全く同じことをしてずっと擦ってるだけなんで。本当じゃん。建設作業員じゃん、そこにいるのは。それは。やべ、ついに警戒されるようになってる。当たり前なんだよな。うっそ。Cポ来るでしょこれ。つうか B 旗欲しくね。C。リスポンシル。誰か。OK。この武器スルハチっていう民間仕様の G36 ですね。ねえ、マジで強い。弱すぎ。弱すぎ。おっと、どうした貴様。トップの座を奪われてるぞ。嘘。あ、ちょっとね、はい、対策し始められてきつくなった。対策が遅いんだよ、敵。あ、やべ。B 取られる。はい。どこ？チャーリー？なんかやれた。だ。なんか。なんか全部取られてるけど。あれ全部取られて。どういうこと？俺終わったと思ったんだけど。全部取られてるじゃん。あ、で、やべえ。初見ですなんてゲームですか。こんばんは。
モダンウォーフェア3というゲームです。あら、100ポイント足りなかったな。厳密には90ポイントか。俺の激うまポイント対策してきやがった。つかなんかフレームレートゴミなのなんかまだ続いてんの、ね、やばい。ラストめちゃめちゃ狭いのに悪いなんてことある。いえ、おマジで終わってる。あーっと当たった。ここは早く取るべし。ガクガクだ。これ終わったら再起動するわ。了解です。動くんだけど画面の描写が無理やりガクガクにされてる感じだわ。ちょ待って、エリアが取れねえんだが。エリアなんか知らん。エリア取らんと。俺うちへ弱いから無理で。はあ、強すぎ。ちょっと待って、ひどいリスポーン見てる。俺は今ひどいリスポーンを見た。目の前で3人一気にリスポーンしたが。今ちょっと調べたら、陸上戦始まって100時間で戦争終了したっぽい。100時間ならまあ、まあ。9時間。まあ作れなくはないんじゃない。いえ、100時間丸まんまゲームに。いや、1日目、朝、昼、夜。修学旅行。昼飯の時間も作ろう。いや、ちょっと待って。ダメ。横に対するエイムができない。あ、ちょっと迫撃の場所悪かった。大丈夫か。ん？何をしてんのかね。いて。まあ、いまいち迫撃砲の当たりが悪いな。湾岸戦争の対戦国で敵国イラクだけなのに友軍側40カ国くらいいて、さすがにイラクに同情しそうになった。それはそう。近代の戦争って敵国がまあ大体一つで、それ以外連合って感じだから戦争にならないよね。グラグラ。なんか音するな。あー、意地でも上に登ろうとするやつがいた。俺意地でもここ動かない。登らせねえよ。死んだからいいや。上にいるやつうぜ。死んだか。なんか同じ武器使ってる人いるな。どういうことで気づいてんの。強いぞこれは。飛ぶぞ敵が。飛ぶぞ。いるよな。当たった。エイムができないよ。
痛すぎ。バックグラウンドで動いてる。この武器ゾンビとかでも戦いやすそう。ゾンビはどうだろうね。やべやべ。あーくそエイムすぎ。気づいたけど、はい、気づいたけど、あの上に登ってくんで気づいたけど、伏せが遅すぎてダメだった。うわぁ。やばい、なんか俺、エイムが著しく悪化している。どうしよう。フレームレートが著しく悪化し。集中しろ。集中してもどうにも。あかん。ほら、NVIDIA のフレームカウンター95出てんだよ。わけがわかんない。戦闘力90か。ゾンビって弾薬がかなりゆるゆるだからな。もうちょっとその辺厳しかったらセミオートが輝けた。弾薬管理がね、ゾンビで一番しんどかったところだからね。あれはあれでありがたい。おい、強い。おってぇなぁ。ちょっと、なんかラグいんだが。何事。当たんね。いいね。P 取れるな。リロードが遅い。フレームレート計測器とアペックス引退しますと、女子のいい人だと思う。は信用してはいけない。いいね。信用できんのな。なんだ、当たった。チャリー。どうでしょう、俺そこそこ俺キルしてると思ってたけど一番下やん、はい、修行が足らんな。まあ、やべ、無理無理無理。キルが雑くなってってる。ああ。あ、同じ武器です。なんか全然突れるよ。そう、全然突れる。単発で突れるならもうね、ずるいやん。